というわけで、あの、ただのおっさんがビールを飲みながらダラダラ喋っていくだけなんですけど、えっ、ー、と、大谷翔平さんがプロで二刀流を始めようとした時に何人かの OB の人たちが反対したんですけど、その一人に西ブライオンズ、読売ジャイアンツ、オリックス、バファローズで活躍した元プロ野球選手で、今はユーチューバーとしても活躍している清原和弘も当初は反対していたんですよね。 でも、大谷翔平さんがデビューしてすぐに活躍し始めてから二刀流を肯定する意見に変わったんですけど、どのようなコメントかというと、大谷翔平さんがプロ初登板の前日にこのようなコメントを残しています。明日が楽しみだな。大谷が投手として一軍デビューする。俺はこの登板で二刀流に蹴りをつけるべき決断の登板にするべきだと思っている。当初大谷には興味がなかった。 二刀流なんて、球団のは台作りに過ぎない。そんなのが通用するほどプロは甘くないし、中途半端なまま球界を去るのだろうくらいに思っていた。だけど、開幕してから2ヶ月、彼の打撃を見ていて考えが変わった。あいつは、客寄せパンダで終わらせていい選手じゃない。もし1年間出したに専念したら、俺がプロ1年目に残した成績を越すことができる。その可能性を秘めた選手だ。と、 このように清原和弘さんはコメントしてるんですけど、僕はこの意見に対して違和感を覚えたんですよね。なぜかというと、大谷翔平さんのトロデビュー前には、二刀流に対して、清原和弘さんは感情的に反対していたからです。技術的な面の反対もあったんですが、その感情的な反対意見は、あるテレビ番組で、なぜ二刀流を反対するのか聞かれると清原さんは、どっちか一つでも大変やのに、 二刀流が成功したら腹立つじゃないですか。と、今までトロ野球で成功事例がないので、もし成功したら悔しいから、腹立つと言ったんでしょうね。技術的なことについては、このようにコメントしていました。インコースは肘をたたんで打てる。アウトコースはエフトに強い打球も打てる。マッティングの上手さを感じる。バッターに専念すれば、2000ボアンダー軽くクリアだろうね。二刀流を続けた場合には、 ピッチャーで10勝そこそこ、バッターでホームラン20本そこそこ、とも語っていたんですけど、でも、反対するのは腹立つという感情が一番の反対の動機だったんでしょうね。その後に、大谷翔平さんの活躍を見てから二刀流を認めましたけど、このことから、清原さんは監督に不向きなことがわかります。なぜかというと、感情が先になって物事を決めてしまうと、 可能性が抹消されるからです。だから、感情的になってしまうのは良くないので、もし日本ハムの監督が栗山さんではなく、清原さんだったら、今の大谷翔平さんはなかったです。だけど、清原さんみたいに結果を見てからでないと認められない人は必ずいます。でも、そういう人に、名称栗山監督みたいな采配を望むのは無理でしょうね。なので、おいらは、感情的にならず、選手の力を引き出す監督が、 これからも活躍してほしいなと思っています。